ゾウミヤマ美山ゾウミヤマは1950年代に活躍した大相撲力士である。身長182センチメートル、体重99キログラム。引退後は年寄り、大野松屋道、松地山として後進の指導に努めた。和歌山県西室郡串本町出身。本名は石ヶ谷昭治。小学校卒業後は神戸市内の企業に勤めていたが、 16歳の時に上京し、美保が関部屋へ入門。1939年1月場所で初土俵を踏んだ。当初の四行名は、故郷の近くの名称である熊野灘から一時を取った熊野浦。1944年5月、幕下にいた時に招集され、兵役に着く。その間、1946年5月に、 師匠の八代美穂が席が亡くなり、それに伴って弟子たちは出羽の海部屋に預けられた。そのため、帰還した時には出羽の海部屋の所属となっていた。1949年1月、新十両に昇進。1950年1月場所では十三勝二敗と、大勝ちして十両優勝を飾り、翌5月場所で新入幕を果たした。この場所から、 兄弟子であった元大関、増井山の三保が関親方が、出羽の海部屋から独立して三保が関部屋を再興したため、4年ぶりに同部屋へ戻ることとなった。突っ張りと叩きを主な武器としたが、幕内上位には上がれず、最高位は1950年9月場所においての西前頭13枚目に止まった。幕内を8場所連続保った後、1953年、 一月場所では十両に陥落し、その後は一場所だけ再入幕した。以降、1958年、九月場所まで十両にあり、十両在位は通算29場所に及んだ。同年、十一月場所では幕下に落ちて、初日より休場し、場所後、36歳で引退。引退後は、年寄り、大野松から同、松地山を襲名し、 美保が関部屋付きの親方として定年まで日本相撲協会に在籍した。1995年5月11日、腎臓癌のため東京都墨田区内の病院で逝去。73歳つ。ありがとうございます。